はい、どうもゆきです。ロックマンエクゼ4トーナメントブルームーン実況プレイ続きやっていきましょう。前回ホークトーナメントで優勝したんですけど、ダークロックマンも出てきてしまいました。その波乱のホークトーナメントが幕を下ろし1週間が経った。 ANSA ではこの星の存亡をかけた作戦が今まさに始まろうとしていた。あ、星の方か、こっちか。パパやん、パパと変なメガネ親父あのメガネなんていうの、マジで名前。皆さん、心の準備はいいですね。ごっくり。一筋の光に全世界の未来を託すか。今はロマンに浸っている場合じゃないぞ。その通りよ。このレーザー照射装置で放つことができるレーザーは一発が限度。一発?なんで?レーザーを撃つ際に凄まじい電力負荷がかかる。その負荷に装置が耐えられんのだ。それじゃあ、もし外したら、その時は絶望的ね。けど、そうならないために今日まで調整を重ねてきたんじゃないの?その通り、できる限りのことはやってきた。あとは運を天に任せるしかあるまい。さあ、光博士、レーザーを。ええ、それでは行きますよ。レーザー照射装置、ブルームーン、起動。トーナメントブルームーンのブルームーンですね、これ。いや、でもこれで外したらマジ、地球終わりよ。パパ頑張って。のび太くんなら当てられるよ。電力転送。パワー 80%。95%、99%、100%、110%。光博士、早く撃たなければ。まだダメだ。小惑星の軌道を変えるには 200% のパワーが必要だ。150%、170%、180%、190%、200%。ん?誰の笑い声今の?やった!これやばいやつじゃん。どうしたんですか、光博士。これやばいやつじゃん。大丈夫か?この作戦は、失敗だ。え、地球終わり。そんなバカな。確かに 200% のパワーでレーザーを発射したじゃないですか。発射の瞬間、何者かの手によって、レーザーのパワーが 120% まで下げられてしまった。あれでは小惑星に命中しても軌道を変えることはできない。なんということだ。しかし一体誰がフフフつってたやつやな。おそらく悪意のあるナビの仕業だろう。しかもあの電力の中を行動できる桁外れに強力なナビだ。早急にこの施設内の全ての電子機器をチェックしてください。私は小惑星の対策案を考えます。私たちに残された時間はもうわずかです。やばいやん、ガチで。あの光博士の計画が失敗に終わるなんて、世界は、この星はどうなってしまうの?私に一つ考えがある。本当ですか?ドクターリーガル。そのためには優秀なオペレーターとナビが必要だ。わかりました。私たちが探しましょう。いや、先に計画を聞け。メガネ怪しいんやから、こいつ。絶対怪しいから。その頃インターネット、秋葉原エリアでは。おう、いつものように、なんか久々だな。ガッツマン今回戦えないから悲しい。でね、メルちゃんたら、ヒューって叫びながら走って逃げるのよ。ロール、もうおしゃべりなんだから。それならそれならデカオ様だって。俺がどうしたってや、ガッツマン。なんでもないでガス。ひひ、とりごとでガス。仲いいな。仲いいな。ロックマンさん。誰?オフィシャルの人?ロックマンさんですよね。そうですけど、どちら様ですか?私、世界ネットバトル協会の使いの者です。この度、アメロッパで開催されるネットバトルの世界大会、ブルームーントーナメントへあなたをご招待しに参りました。ブルームーントーナメント?そうです。世界各国を代表するネットバトラーが集まり、最強を決める大会、それがブルームーントーナメントです。すげえやん。すごいでガス、ロックマン頑張るガッツ。ってことはアメロッパに行けるのね。羨ましいな。旅行やないやん。で、アメロッパにはいつ行くの?はい、1週間後です。日本ではちょうど連休と重なりますね。ラッキー、だったらもちろん出場するぜ。もしかしたらパパに会えるかもしれないし、その前にちゃんとママに OK をもらわないとね。まあその辺の細かいことはお任せします。適当。それではこれを差し上げます。ロックマン航空券、おうぞーす。一週間後、アメロッパに着いたら、現地のスタッフがご案内しますので、それでは私はこの辺で失礼します。ヤネットくん、小学生の割にマジ経験豊富よな。すげえいろんな経験してるよな。ロックマン、早速ママに OK もらおうぜ。うん。まあでもね、どんなナビよりママが怖いけど。それじゃあみんな。フォルテよりもなんならママ怖いけどね。あ、ママ?ママ?ブルームーントーナメントへの招待から1週間後。ああ、OK もらった?ママからの OK も出て、ネットからは、
ネトたちはアメロッパへ向かう朝を迎えていた。よかった。これダメって言われたらどうしようかと思った。とうとうこの日がやってきたぜ、ロックマン。ブルームーントーナメント、今から燃えるぜ。今からそんなに張り切ってちゃ、アメロッパに着く頃にはクタクタになっちゃうよ。そろそろ出発しよっか。空港にはちょっと余裕を持って着いた方がいいからね。よし、行くぜ。目指すはアメロッパ。いざ出発。じゃあ行きますか。いや、楽しみだな、割と。久々のアメロッパやんな。ママ行ってくるよ。いよいよ出発ね。うちのことはママに任せて思いっきり楽しんでいらっしゃい。任せとけ。電山空港が表示されてる。これで全部の行ける場所が表示されましたね。じゃあ行きますか。世界へ。おー、そういう感じ。日本、僕たちの国、日本だよ。アメロッパだよ。歴史ある街並みがとっても綺麗だよ。あと3カ所4カ所行けそうだけどね。じゃあアメロッパ行きましょう。お、メール。ネット君、メールが届いてるよ。これは確認せざるを得ない。待ち合わせ場所。こんにちは。こちらは世界ネットバトル協会です。そろそろアメロッパにお好きだと思います。そちらにネットバトル協会の現地スタッフを行かせております。川のほとりの広場に行けば会えると思います。トーナメントまでの期間は彼の指示に従うようにしてください。それではご検討をお祈りします。はーい。あ、メタルソウルはまあいいかな、とりあえず。川のところ?こいつか?なんか首ない。勝利の女神。はぁ、あ、プラグインできんの?ネットバトル協会の人ですか?あ、ワナテカフィカルさん。はい、はじめましたよ。私、ネットバトル協会のボーンズ、います。よろしく頼もう。これからの予定は、ホテルにヒカリさんを連れてくですが、チェックインまでまだ時間があるだす。しばらくアメロッパ観光でもしてくるがいいぞ。こいつ話し方おかしいな。おっと、その前に、これをあげるっぺ。ネットはネットパスポートをゲットした。それは電脳世界のパスポートだ。それがあれば、いろんな国のインターネットに行けるっちゃ。語尾を統一しろ。それじゃあいろいろ観光したらまた私のところに来いよ。あー、そうっすか。じゃあちょっと、まあいろいろ見てきますか。アメロッパの思い出にドッキリボックスでもやっていかんか。何これ。わしが持っておる箱にペットを接続するだけでドッキリ体験が楽しめるぞ。やるかい?絶対に見上げ話になると思うぞ。なんだろう。それじゃああんたのペットをドッキリボックスにつないでっと。準備完了。ではではドッキリタイムの始まり始まり。3、2、1。ドッキリーボックス。何?え?ちょっと待って、ウイルス戦?いらねえ、このドッキリ。マジいらんかった。開けてびっくり、ウィルスさん。これぞ、かの有名なアメロッパ名物、ドッキリボックス。体を張ったドッキリこそ、アメロピアンジョークの真髄じゃ。ははは。いや、普通に迷惑なんだけど、じいさん。もう二度とやらないでくれ。はい、いらっしゃいね。アメロッパ名物、ムカデリアチョコはいかが?今ならたったの千銭、ここで食べなきゃ損しちゃいますよ。食べましたか?高いよ、千銭よ、さすがにチョコ。高いですか?なら900銭。やだ。まだ高いか?それならば、800銭。高いな。え、まだ値切るのね。こうなったら思い切って、500銭。もう本国までいった。負けて。こうなったらこっちも意地よ。儲けはなしでいいわ。儲けはなしって言ったらここら辺か。これ以上はまからないからね。オッケー、これでいこう。毎度あり。大損だけどこの勝負、私の勝ちね。ネットはムカデリアチョコを食べた。もぐもぐ、コリコリ。うまい。チョコの中に入ってるムカデリアナッツが絶妙だぜ。ムカデなの。こんな美味しいものが250ゼニーで食べられるなんてラッキー。え、なんかないの?猫がいる。なんか、お?エントリーネーム。お、エンザンのエントリーネームとかあるね。え、チップトレーダースペシャルあったからね、結構バトルチップ強化できたよ。そうしたらそろそろ戻りましょうか。はい、ただいまと。はい、ヒカリさん。アメロッパ観光はどうだったでしたか?エキサイティングだったでしょう。それではこれからヒカリさんが泊まるホテルにご案内するぞ。ついてこい、ください。いや、そのホテル行ったよ。その階段のところでしょ?通ったもん。てか、この人はさ、何を見て日本語を学んだんだろうね。すごい。え、そこじゃないの、ホテル。え、別のとこなの?え、どこ?やっほー!ん?あんなにスピード出してアップねえな。ネット君、早くボンズさんの後についていこうよ。迷子になっても知らないよ。わかってるって。やっほーい。なに、戻ってきた。バックしてきた。なんだ?はい、ボーイ。悪いが少し眠ってもらうぜ。なんなんだよ。は?え?ネット君、ネット君?いや、エクゼ2でも海外来ていきなり物を奪われたりとかしたけどさ。ネット君、海外向いてない、絶対。ヒカリさん、ヒカリさん。やばいって。おー、ヒカリさん、どっか行っちゃったでーす。やば、え、普通に人さらいやん。え?
え、やばない？あ、その割に部屋広いけど。5つ、ここは？ネット君目が覚めたんだね。僕たち誘拐されちゃったみたいだよ。誘拐？うん。だけどペットが奪われなかったのは不幸中の幸いだね。あ、誰か来たみたいだ。誰？何？開けたところ襲いかかったろうぜ。いや、兄貴、あのボーイならまだおねんねんしてますぜ。あいつ顔がツヤツヤしてますからね、きっといいもん食ってるんですぜ。結構な身の代金が取れるんじゃないですかい？え、ここの扉の鍵？ああ、ここの鍵データなら4つに分けてインターネットのアメロッパエリアに隠しましたぜ。頑丈な電脳ボックスに入れてありますから安心ですぜ。もし開けられたとしてもそれなりの準備はしてありやすぜ。開けるしかないっしょ。ネット繋がってんのかな、ここ。聞いたか、ロックマン。ここの扉の鍵はアメロッパエリアにあるんだってよ。うん、つまりこの部屋のどこかからプラグインできれば鍵データを探すことができるかもしれないってことだね。そういうこと。どこかにプラグインできる場所はないかな。なんテレビとか、よく見ると普通のテレビを壁に埋め込んであるだけで、あーなるほどね、器用だね。椅子、机、ソファー、冷蔵庫、あ、これか。お、ここからプラグインできそうだ。ロックマン、インターネットに入って鍵データを4つ探してくるんだ。了解、プラグインお願い。プラグイン、ロックマン行くぜ、トランスミッション。若干誘拐慣れしてきたのも。そこまで慌ててなくない、ネット君。さすがやんな。ロックマン4つの鍵データを探し出すんだ。ここなん、まあホテルのホームページとしか書いてないわ。さあじゃあアメロッパエリアに来たのでここで探していきますか。アメロッパエリアは複数はないのか。こういうことか。これを4つ集めろってことか。ロックマンは電脳ボックスを調べた。ロックマンは鍵データ D をゲットした。トラップだ。電脳ボックスの中からウイルスが飛び出してきた。あ、なるほどね。これ4回やればいいと。はい、オッケー。鍵4個全部回収しました。ほんじゃ、プラグアウトしていきますか。いや、てかマジ、バリアブルソード引けたのでかいな。よし、4つの鍵データが手に入ったぜ。あとはこっそり。ここから逃げ出すだけ。だね。行こう、ネット君。さあ、こっそり行けるかな。なんか用意してあるつってたけどな。大丈夫かな。よし、表には誰もいないみたいだな。ネットは鍵データを使った。よし、開いた。一気に行くぞ。はい、そこまでね。うわ、待ち構えられてた。あ、俺を誘拐した犯人。俺をどうするつもりだ。ボーイ、そんなにまくし立てないでよ。家を殴ったことは謝るよ。君を誘拐したのには深いわけがあってね。そこから先は私が話すだよ。おい、ボンズ。ボンズさん、どうなってるんだ。実は今回の事件は私が仕組んだものだったのです。ヒカリさんが本当に優秀なネットバトラーかどうかテストしたんですが。テスト？そしてヒカリさんは見事テストをクリアしたです。これでブルームーントーナメントに出場する権利をゲットしたわけやで。いや、そのために殴られるのは納得いかん。出場する権利？って、それじゃあこれが予選だったの？多少手荒だったが、平たく言えばそうなるっちゃ。明日、コロッセオでトーナメントが開かれるっちゃ。今日はこの部屋で休んで明日に備えなはれ。ほな、私たちは失礼するったい。明日は頑張ってくださいね。いや、納得いかねえ。すげえ納得いかねえ。一時はどうなることかと思ったぜ。けど、あれが予選だったなんてびっくりしたな。ほんと、ちょっと乱暴すぎたよね。間違いない。けど、とっさの時に力が発揮できないと、ブルームーントーナメントでは通用しないんだろうね。ああ、世界中のネットバトラーが集まる大会か。ロックマン、明日は頑張ろうな。うん、頑張ろうね。さあ、ネット君、明日に備えてそろそろ寝ちゃおうよ。いやあ、そうだな。今日はもうクタクタだからな。そうなんだけどさ、いろいろと文句つけたくない？これはさすがに。いやでも前向きっすからね、ネット君。ネット君、いよいよブルームーントーナメントの朝だね。調子はどう？あ、バッチリベストコンディションだ。どんな相手でもへっちゃらな気分だぜ。行こう、ネット君、殺すように。よし、光ネットとロックマンの名前を世界中に轟かせてやるぜ。じゃあ行きますか。トーナメント会場、コロッセオ。ここがトーナメント会場、コロッセオです。はい、ヒカリさん。昨日は荒っぽいことをしてしまってごめんなんさ。やおべに一生懸命応援するっぺ。いや、いい。可愛い女の子がいい、応援されるなら。ここの？お？ネット君、コロッセオ。いや、ここコロッセオだよ。トーナメント表。しかしまだ組み合わせは表示されていない。こういうの手入れるやつだよね。なんだこれ、こんなもの飾っとくなんて趣味悪いな。誰が趣味悪いとな。いや、喋った。ブルームーントーナメントの選手か。そうだけど、その言葉に偽りはないな。ないぜ。
ならば我の口に手を入れよ。もしそなたの言葉に偽りがあれば、その手を食いちぎってやる。食いちぎるってなんでそんなことしなくちゃなんないんだよ。間違いない。ならばそなたは戦士ではないということだな。この場から早々に立ち去るが良いであろう。ネット君、どうやら手を入れないとトーナメントに出られないみたいだよ。そのナビの言う通りだ。さあ立ち去るのか出場するのか。入れるよ入れてやるよ。別に嘘もついてないし。どうした、応じ気づいたのか、それとも後ろ暗いことでもあるのか。どうにでもなれ。バカ、手食われたらやばいぞ。指紋照合、 DNA 照合割と現代的。日本代表、光ネットと確認。良いだろう、光ネットよ。トーナメント表の前に立つのだ。よかった、ついてる。ガッツポーズね、できなくなっちゃうからね。トーナメント表の前に立つのだ。早くせんか。トーナメント表の発表か。それでは、本トーナメントの組み合わせを発表する。心してみよう。オッケー。じゃあ見ますか。敵誰だ？剣道。あ、ブルースいる。剣道？初戦剣道？オッケー、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回この第1回戦の様子をお届けしていきたいと思います。剣道か初戦。色物だな。まあいいや。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。じゃあね。